2. メルカプトエタノールは構造式 HSCH2CH2O で表される化合物である。β メルカプトエタノールチオグリコールとも呼ばれる。エタノールの2位の炭素原子に結合する水素原子がチオール元で置換された物質である。硫化水素とエチレンオキシドから合成される。常温では無色透明の液体で得意な不回収を持つ。引火性で 炎や酸化剤などに接触すると発火する。還元剤として働く。生化学の分野では2、メルカプトイタノールの還元性を、ジスルフド結合を切断することに利用している。2、メルカプトイタノール及びこれに関連する、還元剤は、SH 機の酸化を防止し、タンパク活性を維持する、目的で、酵素反応に添加される。標準干渉液としていくつかの酵素圧性で、 使用される。2. メルカプトエタノールは、細胞溶解時に放出される、リボヌクレアーゼを除去する目的で、RNA 分離の工程で用いられる。リボヌクレアーゼは、多数のジスルフィド結合を持つ非常に安定な酵素で、あるが、2. メルカプトエタノールはこれらのジスルフィド結合を減らし、不可逆的にリボヌクレアーゼを変性させる。これにより、RNA 抽出過程における、 RNA の分解を防ぐことができる。GHS における毒物などに該当し、各国で貯蔵や運搬に規制がある。日本では、船舶安全法や航空法によって GHS に基づく規制があり、また毒物及び劇物取締法に基づき毒物に指定され、さらに消防法に基づく第4類危険物、第3石油類に該当する。なお、日本における 毒物指定については、国立医薬品食品衛生研究所による文献調査に基づき2008年に濃度に関わりなく、毒物に指定された。その後2016年になって、含有率10%以下のものは、劇物、含有率0.1%以下かつ、容器容量20リットル以下のものは、普通物と、緩和された。これは、細胞培養技術の実用化の阻害要因と、 なるという観点から緩和が検討され、毒物に判定された物質は、含有率が低くても普通物への除外を行わない原則であるが、例外として、含有率以外にも条件を付すことで普通物としている前例を踏襲したものである。ありがとうございます。